お、ゴメスのとこで小笠原登場で場内が沸いています。まあ、最近はレジェンドばやりですけども、まあ、まだ、ね、レジェンドというにはまだ若いですね。おっと顔のあたり来ました。まあ、レジェンドといえばあの原田さん、ジャンプのね、原田さんがあの始球式も登場という開幕シリーズあるようですから、笠井さんもやる、あれ笠井さん、ごめんなさい、原田さんじゃない、笠井さんですね、ごめんなさい、笠井さんですね、あるようですから。あら、これもちょっと浮く、これどう修正するかですね。そうですね、はい、去年もやっぱり悪い時っていうのはこう全部ボールが抜けてるんですよね、高めに上ずるというか、はい、今のは完全なすっぽ抜けですよね。やっぱり今先ほど大島選手でね、6球ぐらい投げてるんですかね、はい、あの修正できないか、あ、おー、ライトにライナーが飛んでいる。さあ岡野頭上入った、ホームラン、おー、ライナー、これは見せてくれますね。昨シーズンはホームラン1本だった小笠原、いやいやいや、18年で377本のホームラン、17年間で打ってきた小笠原、いや、この札幌ドームでのホームランです。すみません、個人的にすみません、はい、すごく嬉しいです。すみません、今日もね、あの本当に僕も久しぶりの再会させていただきまして、はいはい、もう相変わらずもう全く変わらないですよね、この若いですよ、ね、スタイルが、はい、で昨日もまあ試合見ましたけども、はい、本当に体が切れてるなというね、やっぱストイックに追い込む、はい、あのキャンプとかの練習の姿勢っていうのはね、はい、僕、はい、本当に忘れられないんですよ。そうですね、